小前市民の皆様こんにちは。市長の松原です。市から2つのお知らせをさせていただきます。1つ目は新型コロナウイルス感染症の患者数についてです。こちらのフリップで説明をさせていただきます。昨日8月の2日の東京都の発表では、新型コロナウイルス感染症患者数は292人で、7日間連続で200人以上となりました。小間市の患者数は累計で43人となりましたが、このうちすでに退院等されている方が35人ですので、実質8人が療養中ということになります。小間市での感染状況を見ますと、緊急事態宣言期間の5月2日から5月13日の12日間で10人でしたが、7月24日から8月2日の10日間で11人の発生となっています。市民の皆様にはこれまで以上に感染症予防にご理解ご協力をよろしくお願いを申し上げます。2つ目は狛江市の PCR 検査センターについてです。それではこちらもフリップでご紹介をさせていただきます。市では独自の PCR 検査センターの設置を進めてまいりましたけれども、この度設置が完了し、8月5日から検査を実施することになりました。高熱等の症状がある場合などに、狛江市内のかかりつけ医にまずは電話でご相談してください。そして医師が検査が必要と判断した場合は、医師がPCR 検査センターの予約を入れます。患者さんは医師の指示に従い、決められた日時に検査を受診していただくことができます。この検査等にかかる自己負担は市が負担いたしますので、患者さんのご負担はありません。また多摩府中保健所や新型コロナウイルスセンターでも相談いただけますので、こちらもご利用ください。詳細につきましては市ホームページをご覧ください。なお、この PCR 検査センターは狛江市医師会のご協力により実現がされたものです。市といたしましても検査体制の強化に努めてまいりますが、市民の皆様には3密を避けるなど、感染しない、感染させない行動をよろしくお願いいたします。それでは皆様、よろしくお願いいたします。